さあ始まりました、カスタンチャンネルです。今日はですね、解体の方の仕事に行ってみたいと思います。もう朝からですね、ちょっとアクシストリート、納車して、いろいろ点検とかねしてね、終わってから出発ということで、まあお客さんも喜んでよかったと思います。で、こうですね、 B ノットトゥデー、はい、格安でですね、ちょっと解体の方に、販売できたんで、はい、まあ1台ずつのまあ何て言うかな、利益率みたいなのは非常に悪いんですけど、まあちょっとこう何て言うんだろう、まあもうちょっときっちりね、なんかこう自信を持って販売できる車両と、まあ一応エンジンかかるけどみたいな車両があって、まああんまりね、エンジンかかるだけみたいなやつはね、あんまり売りたくないですよね、ヤフーで。はい、まあいろんな人がいるんで、もともと自分でこう色打つつもりで素材として買うと思ってる人なら全然いいんですけど、そう思ったら全然宝に見えてくるんですけど、やっぱり何も知らない人でもうエンジンかかるイコール乗れると思ってる方にはちょっとね、売ると後でトラブルになる可能性もあるんで、やっぱり書いててもなんかね、もうかからないじゃないですかとかってなったりするじゃないですか。でもある程度分かってる人だったら、あ、ちょっとここちょちょちょってやってみようかな、ああそうそう、あ、やっぱかかるねとかっていうこともあるんで、そこはもうやっぱりトラブルになりそうなんで、解体屋の方で集めてるバイクって輸出用に、用意してるバイクって結局もう形になってたらお金になるんですね。向こうで全部乗れるようにするのを前提としても、なんていうかな、ほんまにジャンク素材として海外に売ってて、でしかもその値段が多分国内で売るより高く買ってくれるんですよ、輸出の方が。だからまあ、トラブルもないし、日頃お世話になってるから、すごいバイク集めにすごい頑張ってはるんで、まあいつもお世話になってるあれで、格安でこの2台は解体の方に回そうかなと思ってます。で、あともう2台、スクーピーとビーナのツーストはちょっとお仲間さんがまとめて買ってくれたんで、そっちの方にまあ行くと、一気に4台さばけるということなんですよ。はい。で、まあそれを決めた一つの理由も、今週末にビーナのツーストを売ってくれた方がもう1台なんか売ってくれるみたいなんで、だからまあ数もちゃんとキープできるしいいかなと思って、はい。もうほんとね、自動車の任意保険の請求が一気にこう4万5000ぐらい、5万円ぐらいボンってきたりとか、あと消費税とかね、なんかいろんな、入り用が多分続くんですよね、ここから。だからしっかりと、まあ、倉庫代と家賃も含めてしっかり利益を出して活動していくと。マジですか。ちょっと、もうやってもうだな。あかん、今日の売り上げなしや。最悪や。もう最悪や、もう。今日一日歩きなくなった。そうそう、次捕まったら職業なんですかって言われたら、 I'm robot dance ロボットダンサーって言って、ロボットしながらやるっていうのを忘れてました。あが、またや、またや、捕まった時にこそ何、バイク YouTuber としてのなんかこう面白い動画を作るって、前回あれほど約束したのに、むちゃくちゃ真面目にむちゃくちゃ真面目に普通になんかうだうだ言ってたわ。何のリアクションもできず。まず到着です。今日も頑張っていきましょう。ああ、意味ない、今日の一日意味ない、ダメだダメだ、テンション下がってる。バイクどう、いっぱいある、ない。はい、今日の解体はこのマジェスティをバラしていきたいと思います。頑張ってバラしていきますよ。はい、マジェスティなんですけども、
バラすときに、まあ、あのシートのね、こういうところのネジ結構ついてるんですけど、外して、であとポイントがここに油圧のこれですね、油圧のこのシートのやつがあって、それをですね、どうやったかな、これかな、この油圧のこれをですね外すっていうのを忘れないとバキッて割れるんですね。だからここをちゃんとこっちから抜いて外す。でこのカウルが取れるんかなって思うんですけど、先にこっちのリアを取ったらここに2つあるんで、これを取って、でさらにまだ隠し部屋があって、こういうのあるじゃないですか。でこれをこういうのでこうこうやってやると隠し部屋が現れるんで、ここにほら見てください、プラスいるでしょ。これを外さずに引っ張るとこれがパキって割れるんで気をつけてください、はい、僕もちょっと先輩から教えてもらいました。はい、マジェスティの C 型なんですけど、見てください、これが、エンジンオイル抜くところで、これがクーラントのドレインボルトです。はい、まあ、あのヤマハトリードもそうですけど、下からガバって茶こしで抜いてエンジンオイルをさっき僕は抜いたんですけども、エンジンオイルだけを簡単に抜きたければここですね。一気に茶こしも行きたいときはこの真下から行きます。ここ、これです。これはもうヤマハ特有、ヤマハでよくやったパターンですね。ヤマハ特有のパターンですね。オイルフィルターはあそこの中にあるってことです。事前にですね、ここから水を抜いておくことによってバラしたときにですね、こういうとこから水冷の水がですね、あの、はい、抜きやすいってことですね。ちなみにラジエーターキャップは、ハンドルの右側にあります。ここドレインボルト、ここめっちゃ勢い出てきました。出てきてますね、はい、今までいつもホースをムキムキしてたのに、だからどっから出てるか分からない感じで、ね、このドレインボルトをちゃんと分かって水ある程度抜くのがやっぱ手順としてはいいですね。降りました。エンジン降りました。あ、取れない。取れました。すいません、あの作業に夢中になって途中の経過を取るのを完全に忘れてました。骨になりました。マジェスティです。今から清掃と片付けをします。うちの親が足弱くなったんで、このシニアカーを売ってもらおうと思ったんですけど、充電しても動かなかったです。ちょっと引き続き探していきたいと思います。今日もお疲れ様でした。いつもあのお昼ご飯ありがとうございます。いつもお世話になってます。タイムカード欲しい。ビッグスター、ビッグスクーターブーム来てます。今、ビッグスクーターブーム来てます。もうオイルが減ってたんで今足しました。よしよしよし。ここまでなんですよ。入ってる入ってる、ちょうどいい、これでいい、すぐなくなるから買い替えなの。車も買い替えですわ、ほんまに。誰でしょう、ニッチもサッチもいない。とりあえずですね、まあ違反でね7000円罰金があるんですけど、罰金7000円あるんですけど、あのガソリン分けてもらったんで無料で満タンです。これである程度僕の気持ちがちょっと晴れておりますね。母さんが来るためにいろんなバイクからガソリン抜いといたからみたいなね、抜いてたまったやつあるからみたいな。でちょうどあのマジェスティ今日やったの、ガソリンが結構いっぱい入ってたんでよかったです、助かりました。あー危ない、あちゃちゃちゃ。ほんでまああのガソリンも満タン入れて、何やったっけ、またエンジンオイルまだなくなってたんでまだ付け足ししてみたい。もう僕ダメですわ。だいたいね、全ての元凶があのトモスから来てるんですよ。あのトモスのもう別に大したもう何にもしてないのに、あれでなんかもう言いがかりみたいな点数ね言ってやられてから、もうあそこからケチがついた感じですね。まあ、その次にあのムーちゃんが死んで急いで帰らなあかんみたいなんでね、ちょっと慌ててて切られて、ね、
でちょっと僕も気をつけて、そっからもう3ヶ月ぐらいでおとなしくやってたんやけど、あの一旦停止きついね。まあだからああなった時に職業は何ですか、 I'm ロボットダンサー、これをねやるべきやったんですけど、もうあの人間ってダメですね、慣れてないから素で、はぁみたいな全然もう面白い返しできなかったですね、はい、まあでもとにかくあの今日もバイトの人に癒されたんで、とりあえずガソリン満タンになったっていうことだけがですね、もう僕の心の唯一の救いでございます。ガッサンチャンネル、もう多分次でメンテ来るんちゃうもん、やっべ。違いせエビ測定評価、困ったら